ロンドンフィルハーモニー管楽管楽管弦楽団。どこでしたっけ？ロンドンフィルハーモニー管弦楽団ね。もう一回噛まないかなと思ったんだけど。お子様でも安全にプレイできる。そう。ゲームです。ゲームです。お、倉庫行ってるうちに。来たね。出たよ、さっきの。来たね。怒ってるよ。怒ってるよ。うわ、冷静。山田は冷静。いやさ、すごい風圧にも全然。戦えないよ、こんなのとは。こんなのとは戦えないよ、まだ。そう思うだろ。弱いよ、山田まだ。さっき冒険始めたのに。山田はでも、戦えちゃうんだよ。いけるよ。あ、なんか出せた。そう。これ当てろと。そういうこと。おお。あの絶対背中のあれが弱点っていうか、むずー。優しい攻撃してこない。ご覧ください、一方的に山田がドラゴンぶちのめしておりますよ。強い。山田すごい。逃げるだけしかできないドラゴン。山田強い。冒険的だ。始めたばかりにもかかわらずドラゴンをボコボコにしておりますよ。山田しかも結構当てるのが上手だね。いや結構ちょっとむずいね。でもどうやら敵だったらね、もっとね、毒々しい色にするはずだよ。山田はなかなか推理力もあるね。そうなんだよ。そして山田が、あの竜を追い払えたのかな。追い払ったね。もうまた新しい人出てきた。大変だ、覚えられないぞ。どんどん出てくるよ。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠くから来た山田さん。やっぱ何回見ても山田さんっていう文字に慣れないものだね。いい、これすごくいいチョイスをしたなと思っているよ。これはずっとやっちゃうやつだね。そうなんだよ。また新しいキャラ出てきた。また出てきたジン。すごいね、どんどん人が出てきて。みんなこの頑張ってコスプレしそう。これはかなり難しそうだよね、作るのが。うん、でもコスプレの人たち頑張るじゃないですか。うん、ちなみに山田は、うん、今まで出てきた女の子の中だと、うん、誰が可愛いなとかするのはあるのかい？リサだな。あ、リサ。リサがいいな、これ。リサのどういうところが好きだい？ゆっくり動くところ。ゆっくり動くところ、うん、そうだね、比較的彼女は知的な感じだからね。なるほど。うん、やっぱ映像が綺麗だとついつい見入ってしまうね。ね、アニメ見てるみたいですね。うん、すっごく今4人から見られてるよ、山田。視線の圧がすごいね。お前誰に話しかけるんだって。まず誰を選ぶんだって言われてるような気がするよね。すっごく見られている。ストーリー的には結構人が揃ってきて、うん、これからまたどうなっていくのかっていうところなんだけど、うんうんうん、キランというのがここで解放されたよ。うん、これはね、まあ、あの山田の世界だとガチャっていうものだね。うん、なるほどね。あの、はい、現実世界で頑張ることによってこの空想世界で力を得れるというやつですね。山田は本当に理解が早いね。じゃあガチャに行ってみないかい？ガチャやっていいの？もちろんだよ。マジ？じゃあこれにします。じゃあこのこれはこの人が、そうだね、勝利だね、団員長子で、この勝利っていうのは、うん、岩元素の星子のキャラクターで、なるほど。で、まあ、彼はすごく博識で、うん、ただこう一方で金銭感覚に関してかなり抜けている、まあ、ギャップがすごくあるキャラクターかな。ギャップ萌え。ギャップ萌えってやつだね。でも勝手にお金使われたら困るよ、みんなで冒険するのに。そうだよね。よし、それじゃあ準備ができたから、うん、10連が引けるよ。できた。そう、いいね、ガチャの演出も。うん、すごい。剣が出た。剣が。そして、おお。ちなみに原神は、うん、星さんの武器でもめちゃくちゃ使えるのであったりとか、うん、こう強くすると逆に、なんていうのかな、普通にパーティーの中に必須だったりする武器もあるから、
すごく星さんでもちゃんと取っておかないとっていうものが多かったりするよ。なるほど。山田が今回引いたやつだと星4以上確定だから、おキャラクターが来たね。キャラいっぱいいるんだ。そうなんだよ。なるほどね。火だねこの子は。そうで、この子は長い武器っていうその槍で使うキャラだね。せっかくだからこの勝利と会ってみたいと思わないかい？やっていいのかい？よし。さあ、好きな誰と出会えるかな？うん。うん。どんどん行こう。テンポよくね。さあ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 。うん。これはほうき武器だね。いわゆるさっきのリサのような。あ、お、レザー。レザー体験キャラだね。お、そして星音が2つも出てる。本当だ、弓矢が出てる。どんどん行こう。いいね、山田にためらいがなくなってきたね。次は誰が来るのか。限界突破システム的なのが採用されているから、うんうん、同じ武器が出ても特性を強くしたりとか。なるほどなるほど。お、そして絶弦はめちゃくちゃ強い弓だね。星4つ。そう、お、また何か来た。お、すっごいぞ。これは今の時期、ね、最近実装されたキャラだよ。さっき横にいたよ。そうそう、三味線。この子も体験だね。これ、そして火だね。そう。お、うん、さっきのか。よし。お、お、光ったね。光ったよ。星越え来るよ。なるほど。今の黄色く光ったのが星5の。そうそう。そして多分だけど、星音も出るね。なぜわかんない、君は。紫と金色の光が一瞬出てたから。君、結構ガチャを引いた経験があるな。なぜわかったんだい。そんなに詳しいなんて。そうだね、僕は、お、お、7だね。7。この子は星5のヒーラーだね。すごい、回復できるんだ。じゃあそう、回復はすごく強い。お、またさっきの出てきた。勝利ではなかったけど、星5の強いキャラが出てきたね。あの子、ラスト10連します。それじゃあラスト10連というお達しが来たけど、無事勝利と出会えるのか。思ったより引きが強くなかった。どうだ、光らない。おお、紫。まあ紫でもこのゲームめちゃくちゃ強いんだけどね。そうよね、星4つだもんね。そうなんだよ、体験がいっぱい。すごいすごい、16連射かい山田。すごく早いよ。もう星すら、もう影しか見えない状態を今。引け。来るかな。光った、光ったぞ、黄色く光った。うっ、なんか違う。この子の体験だね。体験のキャラすごく。もうあと飛ばせ。お、あ、あ、山田。何出た山田今。なんか出た、今光ったのが出たんだけど、鬼の16連射で飛んでしまったよ。大丈夫、後で出てくる。見れるか。そうだね。お、お、これか。これは勝利だね。おめでとう。出の瞬間飛ばしちゃったよ俺。じゃあアップにしとこ。せめて。そうだね。さあ、今回初めて原神をプレイしてみたんだけど、どうだった？ちょっともっとやりたいよ。うん。せっかくキャラも増えたし。うんうん。あのほら、だってドラゴンがまだ何者なのか分かってないよ。うん、まあここ実は僕が借りてる部屋だから。そうなのかい。そう、うん、山田にいつでも来てもらいたいなと思ってるし、あのお風呂とか、うん、あの勝手に使っていいし、キッチンもあるしね。そうだよ。じゃあ住んでいい。あ、そうだね、僕がいない時だったら全然いつでも。今日はだってお家帰るでしょ。うん、じゃあもう帰っちゃうよ。じゃあ僕はここね、今日は生活するよ。分かった、じゃあこのまま山田にはここで生活してもらって、うん、楽しんでもらうとするね、うん、それじゃあまたね。またね、気をつけて帰ってね。うん、うん。